どう見たらいいですか、このコメントは。そうですね、要するに立ち上がりの硬さで、まあ、逆風っていうことも全て考えまして、で草津東がやはりここをホームとしているということを考えまして、やはり前半はうちの方が安の方が苦しくなるだろうと、うん、そういう予想だったと思うんです。でただやはりボールが回ってない、動いてないっていう、青木のヘディング入った、安高校